私たち今日はひたちなか市立那珂湊図書館に来てます。夏休みに図書館に来るのは別に特別じゃないでしょ。でも今日は本を借りたり勉強したりするために来たわけじゃないんだよね。図書館に来たのに本借りたり勉強しないの？今年はコロナで海もプールも夏祭りも花火もみんな中止。夏休みも短いしつまらないね。でも那珂湊図書館はアートのある図書館になっているんだって。図書館では8月8日から8月23日までアートを楽しめる癒しの場になっているんだよ。ラウンジに飾ってある絵はこの湊図書館アートプロジェクトをお手伝いしてくれているアトリエズームの加藤さと子先生の描かれた絵です。どの絵も素敵。どの絵が気になるかは人それぞれ。それぞれの絵にメッセージが添えられているからそれを読むのも楽しいね。私はこのターコイズブルーの絵が気になるな。海の中にいるみたいで綺麗だね。私はこっちの絵が好きだな。ずっと見ているとなんだか癒されて心が落ち着くよ。加藤先生はアートセラピーの先生でもあるんだって。アートセラピーって何？アートを通して心の整理がついたり体の健康を回復させたりするセラピーのこと。なるほど。アートは人の心を癒すためのものでもあるのね。学校の美術の授業では考えもしなかったよ。だからこの絵を見ているとなんだかホッとする気持ちになるんだね。コロナ疲れの今には必要だね。そうだね。すごいリアルなお人形、とっても生き生きしてるね。この男の子の表情を見て。悲しいのかな。ここは昭和の子供たちの日常の様子を形にした人形の展示をしているの。人形の展示と一緒に戦争に関する本も展示してあるし、ここにある本は借りることもできるんだって。今年は戦後75年だもんね。戦争を生き抜いた少年を表現した人形があるよ。この人形を見ていると自分も悲しくなってくるな。あの虫かごを持って座っている女の子は蛍の墓のせっちゃんみたいだよね。せっちゃんの人形というわけではないけど、こうやって本と一緒に展示してあると誰もがせっちゃんを思い出して切なくなるよね。この水鉄砲を持って遊んでいる子供たちの笑顔が素敵。子供たちはたとえ戦時中でも遊んだり笑ったりしていたんだろうね。この人形たちの楽しそうな姿に癒されるね。人形と本を展示してあるなんて図書館だからできるアート空間だね。そうなの。戦争中は自由が利かずに我慢することも多かったんだろうね。今のコロナウイルスと一緒に生活している私たちならそんな抑圧された人たちの気持ちが理解できるような気がするな。そうだね。私たちもある意味見えない敵コロナと戦っているんだよね。そうだね。かわいい。トーテムポールの森だ。なんかかわいいお化けみたい。このトーテムポールは紙粘土でできているんだって。こっちのオブジェは新聞紙や広告紙をちぎって粘土にして固めたんだって。小さい頃粘土遊びを幼稚園でやったのを思い出したよ。スイーツを作るのが好きだったんだよね。粘土ってこねたり丸めたり楽しいよね。でもこんなに大きなものは作ったことがないな。このトーテムポールたちは触ってもいいんだって。嬉しい。なんだか癒されちゃう。トーテムポールを作ったケイ君は虫とか動物が大好きで、図鑑を見たりしながら可愛い動物や虫を作るのが大好きなんだって。この動物のオブジェ可愛い。ケイ君の作った可愛い動物や虫のオブジェたちが8月8日土曜日から8月23日日曜日までの間、この図書館の中のどこかに隠れているんだって。そのオブジェを見つけたらもらえるらしいよ。へえ、宝探しみたいでワクワクするね。絶対ゲットしよう。それでは那珂湊図書館アートプロジェクトの成功を願って、よー。